種ヶ島の平和を守りましょう。よし、あと1体。通信？え、なんだろう。私の受信機が何かを受信しています。知っている。星原、そうか、お前も空の心を。え、なんだろうね。熊騎兵の意志なのかな。お、いなくなった。何だったんだろう、今の通信。今のあの熊さんの声だったの？熊騎兵が通信機越しに話しかけてきたって？やれやれ、普通ありえないぜ、そんなこと。なんかまだ不可解だね。私に話しかけてきた。やっぱり騎兵じゃないのかも。え？何言ってるんだ？騎兵に見える熊は宇宙人かもしれないです。ちょっとピンとこないけどね。どういうことなんだ、そうかくん。私にも確かなことは言えません。これは推測にしか過ぎませんが。聞いてみようか。この種ヶ島には古代文明が残した遺跡があります。へえ。その遺跡には以前から宇宙人が住むという噂がありました。今回私が調査したところによると、騎兵に見えるクマはその遺跡から突然発生し、金属の略奪を繰り返してはその遺跡に戻っているのです。じゃあちょっと遺跡に行ってみた方がいいんじゃないかな。そして今のファーストコンタクト、導き出される推論はクマさん宇宙人説です。まあまあ、なるほどな。ちょっと辻褄は合わなくはないよね。なんだって下でボケるのもいいですけど、ここだよね、さっき私がつぶやいたこと。きっと遺跡に真実があるね。はい。あくまで推測だろう。油断は禁物だぜ。風花ちゃん、冷静。そりゃ、期間。もうって、ムーじゃないんだね。予習しまくってるからな。星野原そわかさんの投稿記事で鍛えられてんだ。なんか似てる名前だな。宇宙の神秘を分かりやすく紹介するリアル寄りの記事。謎の宇宙研究家、星野原そわか？なんか関係ありそうですね。星原そうかさんがね。マジ？はい、私です。早めにカミングアウトしたね。そわか先生、握手してくれ。同じ帝国歌劇団にいましたね。娯楽の少ない青ヶ島。そっか、確かにな。今でこそアマゾンみたいなね、ああいうインターネットでの買い物っていうのは便利になったけど、青ヶ島は、いろいろ娯楽が少ないだろうからね。娯楽の少ない青ヶ島で先生の記事は私の先生なんてやめてください。尊敬する風花さんが読んでくださっていたなんて、お互い尊敬し合ってるんで、いい関係だね。こんなに嬉しいことってないです。結構そうかちゃんの魅力がこう伝わってくるイベントだね、改めて見るとね。2つの離島は星空でつながっていたね。指令のうまいこと言ったか。珍しくシノが引いちゃってんじゃん。うまいこと言った感がすごい。司令、クマさん退治忘れてはいけません。クマさんが出てくる遺跡に行きましょう。いやでも本当にね、一体どういうことなのか知りたいよね。じゃあ星野原そわか先生、お風呂に乗ってください。いやー、司令さんまで。面白いな。ダメですよ、そうかって呼んでください。スクショしたいシーンがいっぱいあるね。それでは遺跡に出発。僕らは大風号に乗り込み、クマが出入りする遺跡へと向かった。真実が気になるね。それでは遺跡に出発。クマさんが金属を盗んでは持ち込んでいく遺跡があるっていう話でしたよね。さあ一体どんな真実があるんだろうね。いや、この種ヶ島随分、来たー、初登場ですよ、ストーリーの中では。言ったわね、金属を奪って回る機械のクマたち。鎧を着てそれを倒す謎の集団。掛け声ではないんだけどな。その掛け声は、あばばばばばばば。とりあえず写真に収めたけど、もしかしたらね、帰還モーギー投稿してるかもしんないよね。理解を超えてる。まあ確かにな。南国ってこういうもの？そっか。マナちゃんは北海道の子だっていうプロフィールだもんね。ロケットのある風景を撮りに来たのに、どこに撮ってもクマが映り込むし、いやー、そうだよな。クマばっかりだろうからね。あの集団、クマを退治してるみたいだった。とりあえず追いかけてみようかな。今までとは逆のパターンだね。花組が会いに行くっていうんじゃなくって、追いかけてくるっていうことか。皆さん、ここが遺跡の入り口です。おお、洞窟みたいだね。うん、なんかワクワクする感じの場所だったね。はい、古代文明の遺跡。またの名を、星屑の遺跡。ほー。私からはそう呼ぶ。みんなからはとか、この辺の人からはとかじゃなくて、私からはそう呼ばれていますっていう表現、初めて聞いたな。勝手に呼んでるだけだった。いや、今日も帝国歌劇団のツッコミ、風花ちゃん大活躍ですね。違います。ちゃんと根拠あるんです。ほら、そこに。うん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 。わあ、綺麗な砂だね。星の砂ってやつ、もう瓶に入ってるんだ。うんうん、それ、倒したクマも落としていくやつだな。はい、他にもこの遺跡は、綺麗な砂がたくさんあるんです。そうか、そうなってくるとなんとなく、ね、ちょっと星屑っていう名前も合点がいくね。宇宙人じゃなくて、熊騎兵が出るまでは、よく光る砂を集めに来ていました。ふふふ。私のコレクションなんです。いい島だなぁ。かわいいもの集め、私も好き。緑色ってとこがまた気になるね。自然のものの色ではないよね、こういう砂ってね。食べられるならもっと好き。ふふふ。今度、瓶に詰めた砂をお見せしますね。おしゃれだなあ。ふみゃふみゃ。なんだ？君かけが反応してる？どうしようかな。キリンさんにプレゼントしませんか？調査を依頼。な。いいでしょ、プレゼントしたって。あ、熊騎兵出ましたね。わ、こんな近くに？そうかちゃん危ない。大応援してる場合じゃないと思いますよね。かばいましょう。司令、ありがたいけど、体張りすぎでは。今まで毎回応援し、カバウやってますからね。カバウも単純な信頼度の上げ方になるからね。珍獣もどき、私のドリルを食らえー。おーわわ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 ーと、とてもお見せできない光景、見ちゃいましたよ。ふ私にしてはナイスな登場だったわね。助かったけど、君は一体？続けていくわよ。自己紹介は後、周りのクマを倒すわよ。せっかく豊玉小金さんがいるけども、なかなか必殺技を使う機会に恵まれないからね。できれば必殺を使う場面にね、出会いたいなっていうふうには思うんだよね。必殺技活躍しちゃうね。今だ。任せてよ。生きた証を写しとる。打作は残さないけどね。さて次は何を取ろうか。いやー、活躍するねー。やるときはやるんだから。調子出てきたわ。やったわね、司令官さん。文句なしの勝利だわ。さあ、小金のパーソナルな部分がね、やっとこれでストーリーでちょっと分かってきますね。ランク上がった。やったー。助かりました。ありがとうございます。養子ドレス？あなたはもしかして。うん。イエス。津島出身、豊玉小金。帝国歌劇団空組をよろしく。年齢不詳か。確かにちょっとわかんないよね、雰囲気がね。空組。おばばの言ってた救援ってあんたか。そうだね、救援送るって言ってたもんね。そうか、小金さんだったのか。でも送った漁師ドレスにでっかいドリルつけたな。空組は結構自分で改造するんだね。これでも学者でね、多少の工学の心得はあるのよ。へえ、すごいじゃん、学者さんが来るんだ。ほう、なんと。年齢ハテナになってたけど、学者になるぐらいだから結構ベテランなのかな。種ヶ島、津島、しれい、どうしましょう。え、何が？メガネはでも風花と黄金しかいないから下は違うな。みんな離島出身でみんな頭がいいね。そうなんです。私だけ会話についていけません。いや、そんなことないと思うよ。遺跡も洞窟も私の専門よ。ヘルプは任せなさい。頼りになる黄金さん。黄金さん？なんでさん付け？え、あれ？なんで？本能かな。別にいいじゃん。私は黄金ちゃんでいいわ。大歓迎よ。いいじゃん、ね、どっちでも。ありがとう。さくらしの。あ、ちゃんとかつけないんだ。よし、じゃあみんな遺跡に入りましょう。了解。ふにゃ？あれ？どうしたの君影。ふにゃ？なんかレアな反応だな。初めてじゃないか？中に何かあるのかな。よし、じゃあ遺跡探検レッツゴー。そうだね、君影がこんな意味深なリアクションしたら、果たして遺跡の中に何があるのかっていうのが気になりますね。さあ、クエスト進行度あと1になりましたね。よし、はい、星のなんちゃらなんちゃらなんちゃらなんだっけイベント名。ちょっとわかんなくなっちゃった。星の乙女と、違うな。空の乙女と星の海ですね。もうわかりません。もう、出花からこんなんですよ。まなちゃんかわいいですね。ちょっと一回話しかけてみますか。せっかくですからね。お疲れ様。お疲れ様。今回のね、主要キャラクターですからね。あれこんなところでどうしたの？あら、なにまなくん、今日も撮影会なんかたまたま出会ったみたいな感じかね。そりゃあ撮るさ。自分の人生を彩った景色を一枚でも残したいからね。いやー、なんか憧れちゃうね、こうやってカメラやってるっていう姿はね。あ、今生き急いでるなーとか思ったでしょ。思ってねえよ。間違いじゃないけど、なんか自己完結してんな。だって私はそのつもりで写真を撮っているからね。ほう、いろんな写真を見てるとね、一生が短いって思えるんだ。あー、なるほど。なんかわかるな。あっという間だよね、本当にね、いろいろね。写真で誰かの人生を追うと余計そう感じてくる。だから私は後悔しないよう今を撮るんだ。明日何が起きても悔いを残さないように。そうだよね、帝国歌劇団のみんなは常にそういう思いで生きてるよね。いやー、でもね、写真より命を大事にしてね。あはは、まあそうだね。いい写真撮るためにも怪我したらダメだし。でも危険なシャッターチャンスがあったら私飛び込んでいっちゃうだろうな。やっぱカメラに真剣になるってそういうことなのかな。ね、しれ、私を危ない目に遭わせたくなかったらしっかり見張っといてね。なんか好きだな。これから厄介になるよ、しれい。ちょっとやだね。もう一回ぐらい話しかける？マナ君も戦果が出てきたね。司令官として誇らしいぞ。これあれだね、ある程度の勝利回数に達した時のあれだろうね、イベントだろうね。司令、この前の戦いも余裕の勝利だったね。本当にね、結構活躍してるからね、強いんだよね実際。そんなレベルすごい上げてるとかじゃないんだけどね、接近戦でかなり活躍するからね。いい写真が撮れて、それが溜まっていくみたいに完璧な勝利が増えると自信がつくね。そうだね、写真は特に形に残るしね、勝利はね、目に見えてこう実績というかな、こう好機を倒したっていう自信がついてくるだろうね。だから何が言いたいかっていうと、この調子でバンバン敵を払っていくから、司令は大船に乗ったつもりで指揮してね。いいじゃん。まだまだハートマーク出てますね。こう話せるイベントがありそうだけど、まあ、後に取っときましょう。じゃあ、イベント、空の乙女と星の海、やっていきましょうか。よし。種子島を守るために熊の拠点を目指しましょう。そういうストーリーだったね。ホラーナに熊がどんどん何か金属盗んで持ち込んでいってるって話でしたよね。ちょっと続きやっていきましょうか。この顔。うん、この穴だったね。ふにゃ？ふにゃ？中に何かあるのかな？遺跡探検にレッツゴー！小金さんも入ってきて、だんだんね、こう、賑やかになってきましたね。種子島探検も。ふみや。なんか嫌そうだな、君影が。どうしたんだろうね。すごい。すごいです。どうした？あの動物さん。絶対あの人だね。動物さんっていう言い方したら絶対あの人ですね。鮭。ヒョウモード。なるほど。ヒョウモードの私に気づくなんて。出てきた。しかも、あの動物さん。猫さんって言えばいいじゃん。もしかして、もはや伝説と化した霊廟さんですね。南国でどんな動物さんと会えるかと思えば、やりました。霊廟さんに会えるなんて。これ耳ぴょいんぴょいんするんだね。霊廟さんに来ていただければ私の動物園もよし、ぜひお友達になりたいですね。おっと、クマが通りましたね。あら、もしかして入園希望者ですか？クマママむむ、持ち物置いてけですか？話せるんだね。クマ、私動物さんには優しいですけどあなたは動物さんじゃない。クマ。ほら。動物さんの姿を借りて悪いことをする機会は、お掃除しちゃいまーす。お。マジ？さすがに硬いですね。手間取っちゃいました。漁師ドレスとかなしで倒せるんだ。やべえやつだな。